こんにちは、速稼塾の子です。まあね、人に見られたり人に何かを言われて気にするほど私はプライド高くないんですよ。というかプライド度底辺ですからね。多くの方はね、繊細なんですよね。自分の評価が高いんでしょうね。少しでも傷つけられたくないと思うんですよ、うん、それはやっぱりね、王様みたいな暮らしをしてるのかもしれません。それはちょっと鼻が高いのかもしれません、うん、私から見ると他者を評価するようなことはないんですけども、私は大した人間じゃないからバカにされて当然と笑われて当然と思ってますんで、全く気にならないですよね。まあ、というよりも他の人のね、何ですかね、全然目が気にならないというか、本当に何でしょうねこれはね。まあ、大体でもビジネスをするときに気にするものっていうのは、私も吉谷さんと同じです。売り上げが立たないことは気にしますね。ビジネスをしている以上人の評価は気にならないです。なぜならどう評価するかは自分の問題ではないんですよ。私以外の人の問題なんですよ。どう評価するかってことは、私に対して私を見てくださってる方のそれぞれに任されたっていうかね、許された自由なんですよね。私が考えてることをこうやってお話しますけども、私の考えに従いなさいとか私の考えに寄せなさいなんて要求は私は全く当たらないと思うんですよ。まあ、ですんで、意見の合わない方とか考え方の合わない方、人生観の合わない方がいて当然だと思いますし、私と合わない方が大半だなと思いながら私も生きてますんで、むしろね、あ、久保さんの言うこともっともですみたいなことを言うとしたら、すごく貴重な縁だなと思いますよね。もちろん私は考え方が違っても仲良くすることはできると思ってるんですよ。だからそれで良くないですかってことですよね。考え方がぴったり一緒の人なんてのは、逆に言うと見つけることができないとも思ってるんですよ。皆さんどういうふうにお感じでしょうか。まあ気にしていたらね、ビジネスできないですよね。それこそ気にしすぎると精神を病んじゃいますよね。で、くったくなく生きてますけど何も気にしてないでしょ、うん、なんか赤ちゃん精神でいいんじゃないですか。だってビジネスの結果が赤ちゃんよりいいじゃないですかね。ビジネスの結果赤ちゃんじゃないですか、うん、大人ぶってるとそうなっちゃいますよ。まあ、だからね、どんな扱いを受けてもいいんですよ。ビジネスがうまくいけば、人生がうまくいけば、自分の内側に幸せがあればそれでいいわけなんですよね。他人はいつか去っていきます。自分以外の人はいつか去っていくんですよ。でも自分自身っていうのだけはね、生まれてから死ぬまで私を見放さないというかね、逃げていかないというかね、ずっと一緒にいるんですよね。じゃあ誰と一緒にいるのか、誰と気持ちを合わせるべきなのかっていうのは、たった一人自分自身じゃないですかね。自分以外の人間はまあ言うてね、考えの近い人はいますけども、去っていくんですよ。いつか去っていく。そんなことは気にしなくていいんじゃないかなと思いながらの今日の放送でございました。